どうも皆さんこんにちは。今日は2023年の7月の7日ということで七夕の日でございますね。今日はですねどうでしょうか。夕方から夜にかけて雨が降るという名古屋の予報でございますのでね、ちょっと天の川見れない感じですね。織姫と彦星は無事に会えることができるんでしょうか。私はこのね、急なき一行とか無事に巡り合えてよかったかなと思っております。さあ、なき一行については D203 編成での、ね、運用でございます。はい、続きまして名古屋車両庫を見てまいりましょう。ここがの編成がですねちょっと分かりましたので、ね、こちらに記載をしております。1103とキア84の203番ですね、3揃いでございます。大阪北編成に103編成、ここ側にはですね止まっております。さあ、いつもの、ね、この編成がございます。本日はですね名古屋駅へ行って日田5号南紀2号を取ってからですねすぐにこの名古屋車両庫を帰ってそれで終了という形になっております。さあ、こちらの、ね、編成も組み立て完了という形でございますね。あさっての運用待ち遠しい、そんな感じでございます。さあ、早速明日の運用はですねこちらに止まっておりますね。こちらトラップのあるところで車内のいろいろな整備を受けている、そんな感じでしょうか。いよいよ明日さよならキア8号系の特別編成が運行されます。こちら飛騨2号の編成ですね。これは D1 編成がこちらの部分についておりました。やはり前のねバンパーのこのスカートっていうところですかね、クッションとか汚れておるのがね他のものより年季が入っている感じがしております。はい、そんなところで続きまして特急飛騨5号ですね。飛騨古川行き、本日飛騨号については飛騨3号が増結をしておりまして、増結車両が D201 ということでですね、本日ですねいつもコメントをくださる方と、どうでしょうか、3時ぐらいからねちょっと合流をしましてね、その方が、実車を確認されたそうですね。 D201 が今日の飛騨3号の富山編成ということでございます。さあ、続きまして南紀2号名古屋駅ということでございますね。はい、飛騨号のですね運用もサイクル通りに戻りましたということで、先日はね大雨でちょっと一時的にねちょっとずれたことがありましたが、基本的には元に戻して運用ということになっております。さあ、南紀号ですね、南紀2号の名古屋駅、それとですね今日、冒頭にあったところの南紀1号のですね、そこからの撮影も本日が最後というような形になっております。今まではキア85系が、ね、こちらを通っておりますが、この7月1日から、ね、こちら1.15、3号車は空空走ですね。4号車については2人ほど乗車乗っておりますが、ちょっと2人も寂しい感じでございます。なんと2号についてはもともと乗車率が低い、ね、編成でございますので、ね、まあ、それは致し方ないというところでございますが、折り返しなんか3号が大盛況であれば嬉しいなというところでございますが、そうではいかないような気がしております。さあ、折り返し南紀3号ですね、駅勝浦行き10時1分発ということでございますね。自由席1号車残りの234については指定席となっております。足元のですね表示については青色となっておりますね。飛騨号はグリーン、南紀はブルーという形になっております。さあ、これは D204 編成ですね。ちょっと分かりにくい表示ですが D204 編成ということでございます。そして11番線には K1 号編成と K1 号編成の、ね、D11 の5000番台、これも今年度中には姿を見せる、そんな、ね、存在でございます。それがですね最新鋭の H80K と並ぶ姿はですね、どこかもうパトンタッチを、ね、見合わせているようなそんな感じがしておりますね。はい、こちらにですね K1 と K17 が見えますね。はい、南紀3号になって出発を待つね、この前でございます。で、近鉄の観光特急島風を横取りですね、名古屋車両庫を見ていきましょう。向こう側に D2 編成がおりますね。向こう側に D2 編成がおります。そしてこちらは飛騨7号富山行き、それと快速三重5号の日程ですね。多分明日のこのですねさよなら機関8号機は臨時で運行するんじゃないかということでね、ヘッドマッカー臨時となっておりました。明後日の編成はこちらに待機しておりますね。さあ、そんなところでこちらは A9 編成、それからここね D2 編成ということでね、今回は使わない編成ですね、M108 編成、そして、ドックの中になんとですね、D110 編成をね発見しました。10809はちょっと発見できませんでしたが、110発見しましたね。飛騨9号か、ごめんなさい、失礼しました。
そして向こう側の編成ですね、これで1103というのがこれで分かっていただけるということと、もう1個がですね、非常に有名な編成、向こう側仮に80203というのが見えますね。そんな感じでございます。動画はこれで終了ですね。ご視聴いただきありがとうございました。